能代松陽高校の、グラウンドに来ました。昨日甲子園出場を決めたばかりですが、もう気持ちは甲子園に向かってまして、もう練習してます。甲子園では、悔いのない試合をしてほしいなと思ってます。これ以外ないでしょ。何はともあれこれです。能代松陽高校甲子園へ&明日の能代です。今日は過去の出場記録に並んで、今度は4回目の記録がこの横に立ちます。能代市役所前に来ました。この宿能代松陽高等学校甲子園出場へと、柳町商店街にもいろいろと能代松陽高校の甲子園出場を応援するお祝いするメッセージがあります。しかもこんなものがあります。能代大好きな感じが伝わってきます。結構距離ありますね。見てるとこれが秋田県で一番強い学校の練習です。こんにちは。能代山本ふるさとライブの佐藤です。今日は7月の22日金曜日です。午後から雨ということで、そんな感じの天気になってきました。さて今日の北新報といったらもうこれしかないですね。これです。これ以外ないでしょ。昨日の決勝戦、能代松陽高校が秋田南高校を破りまして、甲子園の切符を手にしました。ついに頂点をつかむと、11年ぶりですね。能代商業時代から換算して4回目の甲子園出場となりました。ということで今日は何はともあれこれです。能代松陽高校甲子園へ&明日の能代です。今日は能代松陽高校甲子園へ、そして明日の能代ということで、お時間を頂戴いたします。まあ新聞昨日号外も出まして、盛り上がっておりますが、なかなかいい試合でしたね。早速、昨日の試合終了直後には能代市役所にはこう垂れ幕が出ましてですね、で合わせるようにいろんな市内の商店とか、食品スーパーとかいろんなところにこうお祝いの祝甲子園っていう紙がパタパッと出まして、皆さん準備してましたね。勝つと思ってましたから。ということで今日は、午前中10時ちょっと前ぐらいにちょっとうちを出まして能代市内の様子を見てきました。でまずは能代松陽高校から見てまいりました。まだ午前中10時ぐらいでしたけど、昨日の試合が終わったばかりなのにもう全力で練習してました。ちょっと市内の風景を撮ってきましたんで映像をご覧ください。どうぞ。能代松陽高校の、グラウンドに来ました。昨日甲子園出場を決めたばかりですが、もう気持ちは甲子園に向かってまして、もう練習してます。甲子園では、悔いのない試合をしてほしいなと思ってます。昨日甲子園出場を決めた能代松陽高校の正門に来ました。ここが、旧能代商業高校、改め、北高と合併してできた能代松陽高校です。結構綺麗です。こんな感じの木材の感じがいいですね。結構なんか綺麗な校舎ですね。初めて来ました。なんかビトンのカバンみたいなこの模様です。こちらの校舎からはブラスバンドの練習する音が聞こえますね。これが甲子園のアルプススタートで聞こえる日も近いということです。こちらもしっかりと練習して最高の演奏をしてほしいと思ってます。あ、なんか練習の声の中に甲子園という言葉が聞こえますね。3回目、
は2回目の甲子園出場の記録ですね。2010年8月、そしてこれが初めて甲子園に出場した時の記録です。1985年8月。この過去の出場記録に並んで今度は4回目の記録がこの横に立ちます。金足農業旋風に並んだ公立高校ならではの感動を期待してしまうのは私だけでしょうか。これが秋田県で一番強い学校の練習です。ちなみに金足農業高校といえば、主な有名私立高校が日本中から優秀な選手を集めてチームを作っているのに対しまして、こちらも地元の中学生がこう集まって出来上がった公立高校のチームだというんで話題になりました。でそう思って、そういえば今年の高校のチームの出身中学はどうなんだろうなと思って調べてみました。こちらは旧暦 .com っていうそういった関係の情報を集めているサイトですけど、ちょっと引用させていただきますと、例えば能代松陽高校、こんな感じですね。確か北欧新報で三浦投手がですね、インタビューに答えていて、甲子園に行くために能代松陽高校に進んだって答えてましたね。で、そういうことで三浦さんはですね、大館市立東中学なんですね。で、キャプテンの田中捕手は、北秋田市の相川ということです。まあ、いずれにしても秋田県です。で、あとはこう結構、リドルシニア、大館とか、あと八峰町、能代市内ってこんな感じで、まあ、秋田県のチームですよね。まあ、時代の変化を感じるのは、この大館とか能代に、リトルリーグがあるんですよね、今は。まあ、いずれにしても、みんなこうやって、まあ、主に能代山本の中心の選手に秋田県内の中学校から選手が集まってきたというのが能代松陽高校ですね。ちなみに秋田南高校、こちらなんと部員が13名ですよ。たった登録の部員はね13人です。能代松陽が25人と、秋田南は、まあ、やはり秋田市中心のメンバーです。こうなってます。ちなみに強豪とされているノースアジア大明桜高校は部員が81名です。登録部員数が。で、こちら見てみますと、ちょっと能代松陽とか秋田南とは様相が違います。こんな感じです。出身校。和歌山明石、藤井寺。もう日本中からこう集まってますね。なので秋田県の中ではちょっとまあ特殊な形ですね。なのでまあ実際選手一人一人のこのスキルをこうもし仮に点数化するんであれば、多分ここが一番強いんだろうなと思うんですよ。ただまあ野球はまさに今回の結果で分かるように、特に高校野球は今回の結果で分かるようにまさにチームワーク、チームスポーツということで、今回は能代松陽高校が団結力とチームワークで勝ったというのが分かりますね。ぜひ、まあ、甲子園に行ったら、この明桜みたいな学校がぞろぞろ出てくるわけですからね。そこと戦うわけですけど、まあ、ぜひ、この秋田県、特に能代山本中心の選手で結成されたチームが、金野旋風ならぬ、能代旋風、能代松陽旋風を起こすことを、密かに期待しているところであります。能代市役所前に来ました。ここでは昨日の能代松陽高校の甲子園出場決定直後からこの宿能代松陽高等学校甲子園出場おめでとうっていう垂れ幕が掲げられております。市役所の入り口ですけど、あ、これがいわゆるその広告ですね。普段あまり見ないですけど、皆さん、
たまにチェックしたらどうでしょうか。で、こんなのがありますよ。能代市長期影響継続事業者支援金交付要項。なんか支援金ですかね。で、興味ある方はぜひ一度見てください。市内の委託にも出てます。スニーカーの洗濯をしようと思って、さっきアクロスのコインランドリー行ったんですけど、なんと靴を洗う洗濯機が故障してまして、今、市内を探しております。今通り町のクリーニング屋さん、こちらなんとここにありました。ここで今から靴を洗いますが、ここにも市区甲子園出場能代松陽高校で書いて、久しぶりに明るい話題でいいと思います。柳町商店街にもいろいろと能代松陽高校の甲子園出場を応援する、お祝いするメッセージがあります。ここは能代市議会議員の小野龍さんの事務所。ここにもこう完全に入り口はお祝いものですね。しかもこんなものがあります。龍さんらしいですね。ちゃんと歌になってますね。こういったこともなかなか能代大好きな感じが伝わってきます。いかがでしたでしょうか。皆さん久しぶりに明るいニュースということで盛り上がっております。どうしても、まあ、新型コロナの案件以来ですね、市内の経済は落ち込み、なんか暗い感じが蔓延してました。でちょっとまた持ち直したかなと思ったら、また最近のこの感染者増加でまたなんかこう微妙な雰囲気になってますよね。そんな中でこのような明るいニュースはまさにウェルカムというところであります。実は私の代だとですね、私能代高校なんですけど、高校3年の時に能代高校野球部が甲子園出場しました。私の代が3年生で、ほぼレギュラーは3年生だったんですけど、ピッチャーは2年生で高松投手というですね、ぴょっと足を高く上げるピッチャーがいまして、それで甲子園へ行きました。でちょうど私はその頃は夏季講習を受けるために東京の予備校に行ってたんですけど、仲間うち 3,4 人いたのかな、みんなでこの試合の日だけは授業をさばりまして、新幹線に乗って東京から新大阪まで行って甲子園で応援してきました。あの時は残念ながら1回戦で負けたんですけど、ちょっとした事件がありました。その後同級生だった野球部のキャプテンとか、その周辺がですね、インタビューを受けた時に、これで負けて帰ったら石をぶつけられるって言ったんですよ、確か。で多分まあ地元では普通にこうシャレで言ってるんですけど、なかなかまあ公のメディアを通しますとこれ大変なことになりまして、なんか能代っていう町は野球部が負けて帰ると選手に石が投げ込まれるとなんて事件がありまして、ちょっと一時物議を醸しましたがね。今と違ってインターネットありませんから、新聞とか雑誌ベースで広がったんですけど、もし今だったらもっと広がってましたかね、というちょっとそんなことを思い出しました。いずれにしても能代松陽野球部、甲子園での日本一が目標というインタビューを確かキャプテンがされてましたかね。なので今回の件はあくまでの通過点ということで、先日の金足農業旋風に負けずにですね、ぜひ能代松陽旋風を起こしてほしいと。能代は能代工業高校のバスケットボールだけでなくて野球もあるぞということをぜひ示してほしいなと思います。まあ本当にこういう若い世代が明日の能代というものを作ってくれることを期待します。ということでちょっとこじつけっぽいんですけど、明日の能代という点ではですね、洋上風力発電ですよ。何度もここで言ってますが、明日の能代の産業を支えるというふうに考えてますが、その洋上風力発電のこの羽ですね、結構設置が進んでまして、ちょっと見てきました、久しぶりに。でこんな感じなんですよ。浜の展望台に来ていました。よっしゃ、音聞こえますかね。今電気作ってます。今日の白神山地はちょっと
幻想的な風景になってます。午後からは雨の天気予報なので、こんな感じなんでしょうか。結構幻想的な雰囲気です。この幻想的な雰囲気から日本海側へ入っていきますと、洋上風力発電の羽がだんだん飛び出してきているのが分かります。結構距離ありますね、見てると。こんな感じでだん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 出てきます。一般海域はこの先ですから、結構できてきましたよね。まあこれはあくまでも港湾の分なので手前の方なんですけど、これと別に今度洋上風力発電の一般海域ができます。これはもっと遠方にできるので、まあ平地から見てる分には意外に見えないなっていう感じしましたね、この感覚だと。まあいうことで、まあこういう洋上風力発電の方も着々と進んでいるということです。でこれも、ある意味明日の能代ということではとても重要なアイテムであります。こちらもまたいろいろとウォッチしてみたいと思いますけど、ぜひまあ新しい産業として能代の経済、それから人口減少問題の解決に向けて牽引役になってほしいなとこう思っております。それからこの洋上風力発電の羽を見に行く途中にですね、ふっと見たら花火の会場の設営がほぼ終わってますね。明日7月23日は能代の花火です。3年ぶりの開催です。こちらの方も結構設営が終わっていて準備万端という感じですね。能代の花火はちょっと見たら結構立派なウェブサイトができてますね。気合入ってますよね。こんなことで、結構頑張って作ってるので見てくださいという感じです。当日券も販売されますので明日までまだ買えると。能代観光協会、駅ですね、能代駅、それからファミリーマートであります。それから E プラス、これはオンライン販売ですね、あります。でいろいろ書いてます。ここにあります。場所はいつものここです、港ですね。で無料駐車場もあります。で臨時列車も出ます。こんなことで1万5000発が上がるということです。一席は3500円、まあ結構リーズナブルなプライスですので、まだ余裕がある方はぜひ行ってみてほしいなと思います。ちなみにこういったフレンド席、カップル席等は完売となってますので、ただ椅子の方はまだ行けるということです。ぜひお誘い合わせの上行ってみてください。楽しみにしている人も多いだろうなと思ってます。もちろん私も楽しみにしております。ちなみにこの会場の横を車で通過しながら見た風景ですけど、この椅子が並んでいる風景は結構新鮮ですねって初めて見ましたからね。これもまた見慣れていないせいもあるんですけど、結構こうしっかりとこの角が見えている形はですね、理系の男的には結構馴染みやすいと思っております。明日は19時半から能代の花火です。1万5000発が打ち上がるということで、天気も大丈夫そうなんで、ぜひ、チケットを買っている方は楽しみにして行ってみてほしいなと思ってます。で、まあ花火こそまさに明日の能代であります。ちょっと最後はふざけてしまいますけど、明日の能代は花火です。ということで、今日は何と言っても、能代松陽高校甲子園やという話題だけなので、ちょっと他のネタは、先送りというふうにさせていただきました。ということで今日も貴重なお時間を頂戴いたしましてありがとうございます。佐藤でした。